1930FIFA ワールドカップは1930年7月13日から7月30日にかけてウルグアイで開催された1回目の FIFA ワールドカップである。ウルグアイは開催国として近代的なスタジアム建設と参加国の全招待などを約束し1924年1928年と二度に渡るオリンピックチャンピオンとなり実力ともに 十分な条件をもって選出された。公式ポスター決勝地のエスタディオセンテナリオ第1回、FIFA ワールドカップは、以後の大会と異なり、出場権をかけての地区予選は行われず、すべてのチームは招待されて参加した。船での長旅のため、ほとんどのヨーロッパのチームが出場を辞退し、開催2ヶ月前の時点で、ユーラシア大陸からの参加チームは一つもなかった。 当時のフィファの会長、ジュール・リメが参加を呼びかけた結果、ベルギー、フランス、ルーマニア、ユーゴスラビアの4カ国が参加に踏み切った。また、日本も招待されていたが、大日本州休協会は参加を見送った。その理由は、当時の日本国内は1927年の昭和金融強行以来慢性的な不況であったため、同年の昭和強行発生で、 さらに経済状態が悪化していたため、そして大日本集休協会自身も財政難であったためである。出場選手は 1930FIFA ワールドカップ参加チームを参照。13チームは4つのグループに分けられ、1930年7月13日のフランス対メキシコ戦で幕を開けた。フランス代表のリュシアン・ローランが最初の得点を挙げた。 アメリカ代表のバートパテナウデがアメリカ対パラグアイ戦で初のハットトリックを記録しチームも3対0で勝利したグループを1位で通過したアルゼンチン、ユーゴスラビア、ウルグアイ、アメリカの4カ国が準決勝に進出した準決勝は両試合とも6対1で決着がつきアルゼンチンとウルグアイが勝ち進んだ準決勝で敗れた国同士による3位決定戦は この大会では行われなかった。7月30日に、モンテビデオのエスタディオセンテナリオで決勝戦が行われた。ウルグアイは4対2でアルゼンチンを下し、会長のジュールリメから優勝杯を受け取った。後にリメの功績を称えて、優勝杯はジュールリメ杯と呼ばれるようになる。また、全18試合で引き分けが一つもなかった。 これは2018年ロシア大会に至るまで唯一の記録であり、FIFA 主催の国際大会における引き分けなし試合の記録において、AFC アジアカップ2015で破られるまで85年もの間世界記録だった試合開始日時はすべて現地時間。グループ1、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V。 チームに、チーム1 v チームに、チーム1 v チームに、チーム1 v チーム2グループに、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2グループ3、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2グループ4、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2試合開始日時はすべて現地時間。 準決勝、チーム1部チーム2、チーム1部チーム2決勝、チーム1部チーム2、ありがとうございます。